しゃべくり松代始まるよ。こんばんは。しゃべくり松代の時間がやってまいりました。松代はですね、朝から雨が降ったりやんだりしておりましたですがね、現在はですね、お月様が出ております。はい、そんな状況でございます。今日のパーソナリティはですね、松代テレビ局の、会計の三田が担当いたしますので、よろしくお願いいたします。さて、本日のゲストはですね、松代で明治から開業医をされて、2代目になります偉人堂神林医院の大先生であります。現在96歳でですね、現役の眼科医さん、目の医者さんですね、神林義則先生をご紹介いたします。先生、よろしくお願いいたします。まあ、先生にお話をお聞きする前にですね、この町歩きセンターからですね、先生の自宅までの、道筋をですね、写真でですね見てもらいますので、よろしくお願いいたします。これがですね、今現在、テレビで映っております、街歩きセンターの、ね、隣の駐車場になりますね。そこからですね、右へ曲がっていただきます。まあ、これは松代インターの方へ向かっておるんですけれども、これ伊勢町といいましてですね、前にライブでやったと思うんですが、伊勢寺市のですね、伊勢町ですね。はい、でその次がですね、これ左側に見えますが、先生 の美術館でございます。これは南側からちょっと見たところですね。でこれはですね、道路の、反対側からですね、写真を撮ったものです。ここはですね、美術館の正面でですね、バリアフリーになってまして、車椅子でも入れるような形になっております。先生、これはどなたが何か建てたとかとおっしゃってましたですね。はい、私がガンダラ仏や焼き物をたくさん集めたもんです。はいはい、私それを飾るためにせがれが、はい、今馬鹿先生ですね、3代目続いております。はい、若い者が作ってます。はい、ああそうですか。そのおかげでようやく整理がつきました。ああそうですか。そうしましたらですね、続いてこのここへ行く間にですね、駐車場がありまして、この大きなビルの隣ですね、ここが一応先生の、神林院さんの駐車場になります。この奥がですね、ですね、神林院の委員さんですね。ここが、まあ、先生と、若先生がやっておられる、委員さんですね。これ今先生出てきてますけれども、これもあれですよね、前私行った時に、なんかゴルフの練習に行くって言って、すぐあれ出てきたところで撮らせていただいたんですけど、先生、なんかね、ゴルフもやっとる、寄られるっていうのをお聞きしたので。私はね、はい、ゴルフは72から始めて。ああ、そうですか。今でもやっております。お元気で、本当に素晴らしいですね。まあ、これですね、診療時間という形であれなんですが、まあ、これお出ししたのはですね、先生の、美術館にですね、予約しなきゃいけないということですので、一応診療時間で8時30分から12時30分、午後は4時から6時、この間に、ですね、電話していただいて、大先生の方に、ね、コンタクト取っていただいて、予約をしていただくという形になりますの です、ね、そうですね、はい、よろしくお願いします。あとはですね、これ先生、患者さん一応見ていただいている、見ているということ。まあ、こういう感じで診察室で撮らせていただきました。はい、それでですね、まあ、先生のところに今美術館が漂っていますけれども、まあ、先生先ほど言ったガンダーラ仏と真っ白焼きの陶器を展示されているという形ですよね。はい、でまあ、今日もあれですね、ガンダーラ仏と、マスレ焼きの一応経過ですね、またお話しいただくんですけども、まずはじめにですね、まあ、お父さんからですね、
委員を引き継いだあれですね、どんな状況だったでございますかね。実は私のお父は、はい、医者をやっておりまして、私には兄があったんですが、兄は実業界の上でまして、後にあの日面実業の社長になりましたが、はい、それ後を継がないので私が2代目として。ああ、そうですか。後を継ぎ、はい、なるほどですね、はい。でまあ、その時先生継いだ時に30歳ぐらいだとかとおっしゃってましたよね。私は眼科教室におったんですけれども、研究中に軍隊取られまして、はい、軍隊で、いろいろと、もう軍隊取られるともう眼科なんて言ってられないで、内科も外科も何でもやらせられました。あ、なるほどね。結局それが幸いしたか、はい、帰ってきてからは父が内科小児科をやっておったの、私はまた研究室に帰るつもりでおったんですけれども、父が亡くなったもんですから、私が継いで、はい、で結局そういう父の見てた患者さんも眼科も全部やるようになった、はい。ああ、そうですか。なるほどですね。その時のあれですかね、あの町のその患者さんの状況ってどんなあれだったですか。あ、もう戦後ですからね、はい、もうよくよく医者も足りないし、はい、それからもうみんな栄養失調でような患者さんですからね、肺炎になってもペンシリンはない、薬が大体ないもんですから。あ、なるほど、はい、あの大変苦労しました。ああ、そうですか。まあ、先生 お父さんがですね、まあ、開業されてお名前がこれがね、一応偉人堂神林委員と書いてあって、まあ、この偉人堂っていうあれですね、これはね、はい、どういうあれでしょうか。長文にね、はい、偉人の名実寛骨礼法という言葉があるんです、はい、お経の中に、偉人というのは精神を養うという、はい、あの一手字は養うという意味があるんですね。で、精神を養うことによって、はい、寛骨骨も変え腹肌もみんな変えると、だから参禅すれば、本当に丈夫になるというそういうような意味なんでしょうね、簡単に言うと。あ、なるほどですね、ありました。まあ、あと先生、あの美術館にまあ展示されている、まあ、真っ白焼きですとか、うん、ガンダーラの石仏ですとかっていったで、うん、まあ、そういったのの先生、あの経過っていうんですかね、そういったものもちょっとあのお話しいただければなと思うんですけども。実は私、真っ白に帰ってきましてね、はい、素朴なあの真っ白焼きというものを、学生時代は全然うちでも使っておったけれども、はい、そういう興味がなかったんですけど、開業して帰ってきてから松白木の素朴な美しさに触れましてね、はい、でこれはあの少し世間に知らせなきゃいけないと思いまして、はいはい、うーん、古川という非常にやっぱり松白木を愛好してた床屋さんでしたよね。そうですね、はいはい、まあ、私も知ってます。その人と一緒に、はい、なって町らき保存会というものを作りました。あ、なるほど、はい、そして松代で、はい、持ってる人のみんな集めまして2回ばかり展示会を開きました。そのために松代の人がまた一応町らきに対する認識を新たにした。そんなようなことで、ね、あ、なるほどね。そんなことが原因で焼き物を興味を持って、はいはい、まあ、その支部長なんかやったもんですから長野の方行くようになりましたから、はいろ、はいろとあの皆さんと交流してる間に、はいはい、中国だ朝鮮だの、そういう焼き物にも興味を持ちまして、はいはい、その後ですね、はい、中国行くよう一度遊びに行きまして、仏像をたくさん見ましてね、は一つ仏像の研究をしようと思いまして、はい、なるほどですね。それで何から勉強しておく、日本の仏像ではちょっと面倒かなと、うんうん、じゃあ仏像の一番初めのガンダーラ仏から勉強しようと思いまして、はい、なるほどですね、それがガンダーラ仏に入った、
最初です。あ、そうですか。これ先生、この間行った時の一応あの美術館の中の写真をちょっと今 ね、お見せしましたけど、これは松連焼ですかね。これは松連焼です、ね、そうですね。でこれ続いて、これは何でしょうかね。あのなんか花瓶みたいなやつがあるですか。これも同じですね。これも松連焼です。そうですね、はい。これが先生今言われた、そうですね、はい。さっきの写真はちょっとはっきりしないけど、そうですね、分からないですか、はい。これはガンダラブス。これもガンダラブスね、はい。これが、まあ、先生おっしゃってた、国内でおそらくね、これはアフガニスタンのね、博物館にあったもの、はい。でこういうものはもうおそらく博物館しかないんです。ところがアフガニスタンがアメリカとか、ご存知のように、はい、クルド族で破壊されましたね、そのためにその美術館が壊された、それでアフガニスタンからその美術館にあったのが、幸いに私の手に入った。あ、なるほどですね、まあ、あとこれは、はい、あのガンダラ仏の一番最初のまだ、一番最初のものでしてね、まだあの、はい、あれですね、ガンダラの方が、仏像なんかは作る以前にね、はい、ガンダラの今年あのガンダラじゃないギリシャの美術 に通じる、はい、石膏が作ったものです。なるほどです ね、それでガンダラの最初のものです、はい。まあ、これも先生 あのあれですね、先生とあと後ろの方のあれも一緒にあの撮らせていただきましたですけど、はい、あの中央ののは例の漆喰でできてる。ああ、そうですか、はい。まあ、特殊なあれですね、はい、4世紀くらいです、ね、はい。まあ、これも一応ねあの見させていただいたやつです、はい。これがあれですね、先生言われて、またこれも特殊なっていうか、これはね、はい、日本に2点しかないですがね、はい、これはあの化粧皿とかっておっしゃってる、ね、化粧皿ですかね、そうですね。これは日本 に化粧皿はいくらもあるんですが、この図柄、はい、は、はい、日本で2点しかないです。ああ、そうですか、はい。こういう化粧皿って書いてあるんですよね。これですね、ギリシャのあれだって書いてありましたですね。はい、はい。で、まあ、あといろんな収集されてますので、まあ、先生これあれですね、今後、先生の方で、説明したりとか、館内案内していただくっていう形はあれですよね、予約が必要だっておっしゃってましたんでね。分かりました。予約していただければ私がいるときはいつでも無料で入りいただいて、はい、約1時間ほどかあり、はい、説明させていただきます。あ、そうですか、分かりました。じゃあ一応こういう形でですね、あ、ちょっと見づらいかな、まあですね、神林先生のところ の美術館の、見学の予約申し込みっていうのがありましてですね、これで見ますとですね、ですね、まあ、年齢は先生大正3年生まれで96歳ですよね。はい、で、まあ、72歳からゴルフ始めて現在80歳とか90歳の仲間と今回っておられたり、まあ、練習もしたりとかっていうね、やっておられますよね。で、まあ、先生今眼科診療しているので、まあ、美術館の見学とか説明っていうのはやっぱりあれですね、金曜日か土曜日日曜日の午後1時半からっていう形でよろしいですね。毎日でもいいんですけれども、はい、私がいないいるのは金土日がいいと思います、ね。分かりました、はい。ですので、まあ、一応ここに流しましたですが、午前9時から12時30分、それから午後4時から6時の間ですね、神林委員さんの方へ、予約をしていただいて、先生に確認を取っていただいてからですね、美術館の方へ、来ていただければいいかなと思います。はい、電話番号はですね、神林委員さんの026-278-2101、026-278-2101です。
ぜひ、お待ちしておりますので、駐車場はですね、乾杯審査の専用駐車場で結構ですので、ぜひお出かけいただきたいと思います。先生、今日はどうもいろいろありがとうございました。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。インターネットだなんて言われたら、ありがとうございました。ありがとう。さて、来週のしゃべくり祭りは、ビデオカメラを撮らせたら横に出るものがいない、素晴らしいね。私どもの、祭りテレビ局のカメラ部長片桐さんですね、片桐さん、よろしくお願いします。はい、こんばんは。早いもんですね。もう来週で第4週を迎えるわけですよね。まあ、私もね、本当にこの今月の初めから始まったわけですけども、もう毎週楽しみに皆さんのあれを見たり聞いたり、自分で楽しんでね。それで、さて来週は、この近くの里山といいますかね、雨風山とか、そういったトレッキングの推奨されている、島田さんと、それから寺尾地区地元でもって、早くからね、トレッキングをしている宮林さん、お二人をお迎えして、お話を聞くことになっております。片桐さんも一緒にやってるんですか？私はね、ほとんどたまにはね、顔出すんですけども、見る方が専門、そっちだね。そうですか。じゃあ、来週も楽しいお話聞けますね。お楽しみにしていただきたいと思います。それではね、来週楽しみに。実はですね、今日八代高校の1年生の方がね、ここに見えてるんですよ。ね、いやー、皆さんちょっと来てくださいね。いやいや、今日は、ね、いや今日素晴らしい思いが出ないね。皆さん一言ずつ言ってきます。名前言いましょう。名前言っちゃいますよ。あそこで映ってるのはね、はい、名前言っちゃいましょう。八代高校1年の加藤です。はい、次こっち、こっち行きましょう。はい、はい、名前言っちゃいましょう。はい、同じく坂口です。おー、はいはい、行っちゃいましょう。伊藤です。あ、そう、はい、いや、これね、若い皆さんがね、見ていただいて素晴らしいです。私たちね、町のテレビも本当に皆さんにね、来ていただいて、またこれからもよろしくお願いします。うちは松代ですか？松代です。あ、そうですか。じゃあ引き続きね、この町のテレビをよろしくお願いします。それでは来週の町のテレビご期待ください。お願いします。しゃべくり松代、また見てねー。